おはよう、ちとせくん。おはよう。いい朝ばいね。ちとせくんってかなり背が高いよね。自動販売機と同じくらいかな。ねえ、ちょっと質問してもいい？ん？何？あのね、ちとせくんって背が高いけど、身長って何センチあるの？どんくらいに見えると？190くらいかな。正解。俺の身長は194センチは。いや、高い高い。194センチ？下駄を履いてるけん、2メートルくらいに見えとるかもしれんね。中学生でこの身長って、将来何センチになるんだろう。ほな、これならどうやっけんや。なにわのスピードスター、なめてもらったら困るで。これくらい取れるっちゅう話や。さすがけんややな。四天王寺のメンバーが集まって練習中か。あれ、約1名見当たらないような。どないしたんですか？ねえ、財前くん、千歳くんがいないみたいなんだけど。千歳先輩？あ、ほんまや、さっきまではおったのに。どこへ行ったんだろう。ま、どうせあの人のことやから、どっかでサボってんちゃいます？どうせって。ほな、俺は練習に戻りますわ。千歳くん、練習サボってどこ行ってるんだろう。ちょっと探してみようかな。橘さんで聞いたら一発かもしれん。見当たらないな。あ、前方に目標発見。追跡開始。合宿場出ちゃった。どこまで行く気なんだろう。誰ね。さっきから俺の後ろばついてきよるんは。やば、気づかれてた。バレてたのか。なんね、あんたやったか。どげんしたと。練習を抜け出した千歳くんがどこに行くのか気になって。ちょっと散歩ばい。あんたもついてくればよか。私も。うん、ここら辺でよか。何をするの？音楽ば聞くわい。音楽？プレイヤーとかは持ってないみたいだけど。何用と？音楽ならここに溢れてるで。ここに？耳ば澄まして聞いてみるわ。耳を澄まして。あ、聞こえてきた。自然のオーケストラで。こういうことだったのか。うん、心地いい音。こうして木々に囲まれて、ゆっくりとこの音楽に浸るんが俺の楽しみばい。自然が作り出す音色か。たまにはこういうのもいいかもね。やっぱ自然の音楽は癒されるばい。誰かと聞く木々のメロディーもよかね。また一緒に聞くばい。うん、喜んで。でも勝手に練習を抜け出しちゃダメだよ。ね、今言うことやのか。金色くん、どこかへ行くの？さあさあ、記者ちゃんも一緒にどない？
散策好きの千歳キュンを見習ってあたいもいろんなとこへ足伸ばそう思ってんねん。それなら、スポーツショップがいいよ。スポーツショップって町にあるあのお店？よおんで、みんな。あそこやったら何回も行ってるし新鮮味が足らへんわ。ごめん、じゃあ山かなんか行く？そっか、じゃあ次に会うまでにおすすめの場所を考えとくね。さてと、何を食べようかな。うひょー、すげーすげー、天才じゃん。どうした次郎ちゃん、なんだろう、千歳くんの周りに人が集まってるみたいだけど、ちょっと覗いてみよう。正解だ。千歳くんすごい、次々とみんなの兄弟構成を言い当ててる。確かに千歳くんの資料には見ただけで兄弟構成がわかるって書かれていたけど、乾くんが一人っ子だってことまで見抜くなんて。もしかして事前に全選手のデータを調べてるってことはない？こんなことのためにそげん面倒なことはせんば。なら俺のはどうよ、わかるか？うん、兄。それだけか？ああ、以上べ。マジかよ、すげえ、全部当たってやがる。マジモンかもよこれ。やりようによってはこれで一儲けできるかもね。ね、俺も思った。あ、それいいかも、テレビとかに出ちゃってさ。そうだな、どこかのテレビ局にでも売り込めば可能性はなくはない。そういうのはあまり興味なかった。マジで面白そうなのにな。この程度のことすぐに飽きられて終わりたい。よろせ扱いされるも避けたいけん。まあそういうことってありがちだからね。そうだ、テレビは無理でもこのことを記事にしてもらったら。あ、面白そう。他にもできることってある？いやいや、まいったわ。方言こそ別に記事にしてもらわんでも。できることはまだあるやろなあ千歳。白石くん、何か知ってるの？この前学校で金ちゃんが他の一年と揉めてた時、あと何分で終わるか当てよったんや。へえ、そんなことが。そんなこともあったばいね。でもたまたま当たっただけばい。それでもすごいと思う。これはレポートのいい題材になるかも。いや、それは本気でやめてほしか。ここだけの話にしてほしいわ。でもこんな面白そうなこと記事にしないわけにはいかないし。こりゃ奥の手を使うしかなかばい。え？奥の手って？俺にはまだ言い当てられることがあるとやけど。そうなの？今度は何を言い当ててくれるの？そうやね、あんたの好きなタイプは言い当ててみせるわ。私の好きなタイプ教えて教えて。早速当ててみせちゃるわ。あんたの好みのタイプは？タイプは、やめてください。え、そんなに？ごめんなさい、絶対記事にはしませんから。逃げた。そんな変わった趣味なの？まさにダットの勢いやな。面白か人やね。千歳くん。ああ、あんたが驚かさんだよ、ジェイ。ごめん、ちょっと気になって。何の本読んでるの？何の本やと思う？正解したら答えればい。そうだな。
猫の本かな。お、それよかね。え、同じようならそっちの方がよか。そっちのがって、じゃあさっき持ってたのは何の本だったんだろう。おっとっと、危ない危ない、お皿割っちゃうところだった。ん、何しようと。ああ千歳くん、レストランのお手伝いをしてるの。人手が足りてないみたいで。別に言って遠慮されたんだけど、無理ってやらせてもらってるんだ。こういう形ででも合宿所や選手たちの力になれたら嬉しいしね。はあ、素晴らしかボランティア精神ばでしょう。慣れてないから仕事も遅くて逆に迷惑かけてる気もするけど。いやいや、とてもよくごつたい。んじゃ、俺も見習って手伝いせんとね。本当にありがとう。まずはあんたが手に持ってる皿、何枚か俺に渡したい。あ、助かるよ。さっきバランス崩して落としそうになったし。一人でいくつも持ちすぎは。ちゃんと考えて運ばんと。一度に多く持った方がはかどると思って、それが失敗だったね。うう、やっと終わった。皿洗いもちゃんと済んだわい。そういえば手伝ってくれたお礼にタダで何か食べさせてくれるって。まあ、それはありがたか。すぐできるものなら何だっていいって。ちょうど小腹が空いてたばい。千歳くんは何を食べたいの。馬刺したい。馬刺しね、それじゃあ伝えてくるよ。あるの馬刺し。お待ちどうさま、こちら馬刺しになります。なんてね。待ってたばい。馬刺しが好物なんだっけ。ああ、大好物ばい。じゃ、いただくばい。こら実にうまか。本当に好きなのね。あんたの分はなかと。うん、そんなにお腹減ってないし。そげん言いながら物欲しそうにしてるたいに。そんなことないよ。仕方なかね。ほれ、あんして。でも早くせんと顔にべったりつけちまうべ。じゃあいただきます。ほれ、味わってくべ。馬刺し食べたことないわ。どげんね。うん、とっても美味しい。いい笑顔ばい。やっぱり私も頼んでこようかな。何を頼むつもり。もちろん馬刺し。はあ、そげん気に入ったとね。進めた甲斐があったばい。そしてもちろん千歳くんにも分けてあげるね。おお、あんたは女神に見えてきよったばい。女神って。感謝してくれてるのはわかるけど、すごく恥ずかしい。千歳くん、今って取材大丈夫？ああ、大丈夫だ。ありがとう。で、何を聞きたかと？じゃあ好きな色を教えてくれる？好きな色、やっぱタンポポ色ばいね。タンポポ色？結局は黄色ってことかな。可愛いか色ばい。まるであんたみたいに。え？ああ、急に変なこと言うから次の質問が出てこないよ。ねえ、ねえ、金色くん、
さっき千歳くんの部屋から悲鳴が聞こえてこなかった？うん、それやったらもう大丈夫。あたいが解決したったから。解決って何が原因だったの？そんなに見たい？見たい？見たいってどういうこと？うん、見たい。せやったら、はい。雲？そう、雲や。千歳くん、雲が苦手やねん。得意な人あんまおれへんのちゃうかな。せやから、千歳キュンの部屋に出た雲をあたいが捕まえてあげたんよ。そうなんだ。見なきゃよかった。こげんすればよかね。千歳くん、それって何の本？爪将棋は。爪将棋？将棋好きなんだ。うん、楽しかよ。普通の将棋とは違うんだよね。一人でできるものなの？まあパズルみたいなもんだ。二人じゃなくともできるで。ちょっとやってみんね。私将棋のルールってよく知らないし。もし俺に勝てたら取材で何でも聞いてよかったいね。いや無理無理、勝てない勝てない。ルールあんま知らないのに。何でも。ああ何でもで。もちろんルールは教えるし、ハンデもつけちゃう。それならやってみようかな。なら8枚落ちのハンデは。8枚落ち言われてもピンとこやん。勝てない。結構難しいんだね。でも慣れると楽しくなってくるばい。ねえ、もう一戦お願いしてもいい？別に一戦だけとは決めてないよね。こうなったらとことんやりたいから。もちろんよかて。また負けた。ルールは把握できてたけど、まだ勝負にはならないな。ばってん、筋はよかて。そうかな。なんとなくそれっぽく打つので精一杯だけど。それでも上出来て。俺も教え方があるばい。どせくんの教え方がうまいからだよ。嬉しけこと言ってくれるね。ばってん、おだてても手は抜かんばいよ。ここはどう？お、なかなかよか出た。でもこうすると、お、一気に形勢逆転された。でも面白くなってきたわね。なあなあ、二人して何やってるん？爪将棋。将棋界な。今ってどっちが優勢なん？もちろん私が追い詰められてます。彼女は初心者やけど覚えがよか。俺も結構本気出してるべ。まあ千歳くんはハンデをつけてやってくれてるからね。なんやよう分からんけど、どっちも頑張ってや。ありがとうな金ちゃん。せや、わいが応援したろか。あ、応援してくれるん金ちゃん。いやいや、ここは静かに見守るとこやろ。周りで騒いだら二人とも集中できへんやろし。あ、そうやな、ごめん、邪魔するとこやったわ。そんなことないよ、ありがとう、遠山くん。金ちゃん、ルール知ってるん？金ちゃんがルール知ってるわけないやん。あ、五目並べみたいなもんやろ。なるほど、全然知らんわけやな。それより金ちゃん、俺らトレーニングしに行くんやなかったんか？すっかり忘れとったわ。早よ行こうやけんや。
はいはい、じゃ俺らは行くわ。二人とも頑張りや。さて続きをするかい。うん、遠山くんたちのおかげでいい気分転換になったかも。さっきまで頭の中がごちゃごちゃしてたけどリラックスできたみたい。二人に感謝しないとね。やったー、やっと勝てた。何戦したの？いやー負けたな。ハンデ付きだけどそれでも嬉しい。詰将棋も楽しかばって、こんな風にして二人でやるのもやっぱよかない。今度また勝負してくれんね。うん、もちろん。千歳くん、取材お願いね。よかよ。今回の質問は何ね？あのね、千歳くんの座右の銘を教えてくれないかな。座右の銘？そうやね。面白きこともなきよう面白くだね。その言葉って確か高杉晋作の言葉だっけ？そうだよ、知っとね。そりゃ明治を代表する偉人の言葉だし。うん、ますます感心したばい。話は合わせられたかな。千歳くんがお祭り会場から離れていくから後を追ってきたけど、一体どこまで行くんだろう。うん、この辺かね。ああ、ここだよか。ここならよう見えるはずは。見えるって何が見えるんだろう。そこにいるのは分かってるけん、隠れちょらんで出てくった。あ、後をつけてごめん。気づいてたんだね。気にすることなかば。最初から気づいとったけ。最初から？でもなぜこんなところに？よく話ば聞いたけん、特等席を探しとったと。花火？特等席？ま、そろそろ時間やけん、説明するより見た方が早か。あ、おお、きれい。もしかして特等席って花火の？そういうことばい。たまや、かぎや。千歳くんのことを追いかけてきて、思いがけないサプライズに出会っちゃった。あ、千歳くん、一人でトレーニング中？そうだ。でも一人はつまらんば。今なら誰もコートにおらんけん、ちょっと俺とラリーでもせんね。え？そんな構えんでよかよ、単なる遊びで。どうしようかな。うん、私でよければ相手になるよ。でも本当に私でいいの？大丈夫。なんなら俺がコーチしてやってもよかよ。本当に？それじゃあぜひお願い。千歳くん、どうやんしたと？ごめん、いきなり呼び出しちゃって。お昼はまだだよね。ああ、あんたに昼は食べんでおいてくれって言われたけん。よかった。じゃあお昼はこれを食べて。それは？それは私が作ったお弁当だよ。千歳くんには取材させてもらったりよくお世話になってるから。本当にもらってること？うん、だって千歳くんに作ってきたんだから。
おお、そら嬉しかわい。本当に主人公料理上手？じゃあ私はこれで。ちょっとまずは渡すだけ落として、さよならは寂しかよ。せっかくやじ、一緒に食べんね。どうする、レストランにあるやつ詰め込んできただけだったら。私も一緒に。一人で食べるより誰かと一緒の方がよか。どこぞの公園にでも出てそこで食べるばい。ピクニック、今日は晴れてるしきっと気持ちよかばい。こいつはまか、あんた料理上手ばい。ありがとう、気に入ってもらえてよかったよ。ほら金は取れる味わい。そんなに？なんだか照れるな。猫？きっと食べ物の匂いにつられてやってきただいね。食べられるものある？おれおれ、よしよし。お弁当のおかずでもあげたら？これはあんたが作ってくれたもんやけん、俺にはできんよ。そう。すんかわり、たくさん撫でて遊んでやるで。気持ちよさそう。ごめんな、この弁当はやれんとよ。代わりにチュール買ってきてあげよう。ごちそうさまだ。どげんしたと？いきなり無視はしよって。寝てる。眠ってしまったと。ま、仕方なかね。こんな気候がよかと眠くもなるばい。あれ、もしかして寝ちゃってた。千歳くん？私の隣で同じように寝てたんだ。あれ、起きとったと？今起きたばかり。千歳くんも寝ちゃってたんだね。あまりに気持ちよさそうに寝とるあんたば見てたら俺も眠くなったわ。俺も眠い。こういうのいいよね、なんだかのんびりとしてて。ああよかね。何にも束縛されずに自分の時間を満喫できるわね。でもそろそろいい時間ね。合宿所へ戻ろっか。急に現実に引き戻すさよね。そう言われても千歳くんは練習があるしね。それもそうい。テニスが俺の帰りを待ってるだい。うん、頑張ってね千歳くん。ホテルに帰る前にある程度仕事片付けとこ。これくらいでいいかな。さてと、あれ、立ち上がった途端めまいが、視界がぼやけて、危な。過労死しちゃう。なんか今、こっちで大きな音がしたたいね。おい、あんた、どげんしたと？あれ、気がついたばいね。千歳くん、多分貧血やろ。おとなしく寝とかんね。貧血？あ、そういえば私、立ち上がった途端にフラッとしてそのまま。具合はどげんね。うん、だいぶマシになった。もう起き上がれるかも。ってあれ、
千歳くんの顔が私の上にある。もしかして私、俺の膝の上ばい。ちっと硬くて申し訳ない。膝の上？ごめん、すぐに起き上がるから。いきなり起き上がったらダメばい。まだ横になっとくて。でも千歳くんに悪いよ。別にそんなことなか。いいからちょっと休め。ありがとう。お礼を言われるほどのことやなか。ううん、そんなことないよ。ありがとう。そこまで真面目な顔で言われると、なんだか照れるばい。あんた無理して仕事しちゃいかんばい。でもみんなのためにも納得のいく記事を書きたいし。そんで体を壊されてしまったら俺は嬉しくもなんともなか。ごめん。ほらそこまで1位とか興味なかばい。できればあんたにものんびりやってもらえたか。1位には興味ないの？特に頑張る理由がなかよ。あんたがその理由とやらを俺にくれるなら話は別やけどね。賞金出るよ。そっか、じゃあこういうのはどう？最終結果で千歳くんが1位だったら私が何かプレゼントしてあげる。プレゼント？なるほど、それは面白かで。何か希望の品とかある？さすがに何でもいいってわけじゃないけど。そんなのシルバーのピアスが欲しか。シルバーのピアスか。うん、わかった。俺が1位になれたらか。ようやく本気でランキングに興味が湧いてきよったわ。今ランキングに興味持ったところでもう終わるんだけどね。明日結果発表だけどね。私は最後の最後まで頑張っていいレポートを書くよ。けどさっきみたいなことはもうごめんばい。うん、気をつけます。そろそろ起きても大丈夫かな。ねえゆうくん、あれ見て、膝枕。え？羨ましいわ。小春、膝枕なら俺がいつでもしたる。ゆうくん優しい。あたいたちもラブラブよ。ああ、俺らもラブラブや。いいの？誤解されるようなところを見られちゃったけど。ふん、スキャンダルがいいね。ややこしいことになる前にちゃんと説明しておかないと。千歳くん、私の取材した選手が最終結果でトップに。しかもそれが千歳くんだなんて。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。ごめん、待たせてしまったばい。ううん、大丈夫。それじゃあ行こっか、あれを買いに。そやね、すごく楽しみにしてたばい。その割には遅れてきたけどね。あんた意外と意地悪やんね。ありがとうばい、こげんよかピアスば買ってくれて。どういたしまして。大事にしてね、そのシルバーのピアス。あ、もちろんば、ずっと大事にするだい。じゃあ千歳くん、改めて1位おめでとう。そん言葉、あんたに言われると一番嬉しかわ。私も担当した選手がトップになってくれて本当に嬉しいよ。あんたのおかげで
俺は1位を取れたばい。ありがとう。よか思い出ができただい。どういたしまして。あんたいつ帰ると？今日の夜電車で帰るつもり。そりゃあまりに早く。仕事があるからね、のんびりとしていられないんだ。なんだか寂しかばい。うん、でもまた会えるよ。会おうと思えばいつだって。そやね、これっきりってわけじゃなか。合宿中また来られるようなら遊びに来るね。遊びに来ていい場所なの？まあ、もともと関係者っていうことでいいのかな。ああ、いつでも待ってるばい。取材が始まったばかりの頃は思いもしなかったな、こんなに別れを惜しむことになるだなんて。渡したいものがあるだい。ん？これはピアスのお返しだい。これって指輪だい。え？こんなものいつの間に。さっきの商店街のお店でこっそり買っといたもんだ。これもらっていいの？こんな綺麗な指輪。もちろんば。そのために買っとけ。サイズ合ってる？安物のばってあんたに似合いそうなのば懸命に選んだたい。ありがとう、すごく嬉しいよ。よかったわい。千歳くん、いつでもよかげん。その指は左手の薬指にはめてもらえる日が来ることを願ってるで。それってつまりはそういうことは。あんたは困らせるつもりやなか。返事はいつでもよかばい。私なんかでいいの？聞くまでもなか。俺にはあんたしかおらん。ありがとう。俺はテニスでもっと上ば目指せ。そしてあんたにふさわしい結果を残せたら改めてあんたを迎えに行きたい。うん、その時はこの指輪をはめて待っとくね。左手の薬指にはめて。また新しい約束ばいに。そうだね。よし、こうなったら必ずてっぺんに登り詰めてやるばい。うん、私応援する。ずっとずっと応援し続けるよ。